人工林、人工林は森林の更新すなわち生殖段階を人の手で行った樹木の密集地のこと。具体的には人の手により苗木の植栽、葉種、挿し木等が行われ、樹木の世代交代、増林が達成されている林、育成林とも言う。人間が樹木の生殖に関わることにより品種、品質が整えられ、 工業、建築材料としての木材供給、林業に適した樹木群となる。一般に人工林とは人為的に樹木を植栽して森林のようにしたもので、その主たる目的は木材の生産である。人工林は住宅や家具などの資材を供給する産業化された森林であるため、価格競争や需要減少などにより供給先が減少すると放置されやすい。 放置されても、世代交代が進んで曲相に達していなければ、人工林と称する。人工林の対義語は、天然林であるが、天然林、天然生林、原生林等の用語は、議論や立場によって、意味合いが一致しないことがある。一般には、樹木の生殖段階、森林更新に、人の手が入っているものが人工林、人の手が入っていないものが天然林と呼ばれる。 天然林では人の手によって生殖が行われないため植生が自然に菌が樹木を新端として利用するなど育成段階に人の手は関与している。天然林と原生林は両者とも生殖段階が自然派種であるが育成段階に人の手が入ると天然林と呼ばれ人の手が入らないと原生林と呼ばれる。原生林のうち植生が古いものを原始林という。 なお未整備のまま残され、干ばつなどをせずに細長い木が過密に生えている状態のことを、もやしはやしや、先行林ということもある。従来の人工林は、一定面積の地表を樹木のない状態にして、そこへ一斉に同一年齢の同一樹脂を植栽するものである。これによって、同一年齢の木材を生産することができ、効率的である。 これを単層輪作業という。ただし、海抜により山や川が荒れることや、単一年齢の木が並んで、それが一斉に強風で倒れる被害が出たことなど批判も多く、これを解決するべく異なる年齢の木や、複数の樹種で構成する複層林作業や、紅葉樹を利用することなど、新しい方法が模索されている。材木生産以外の目的の人工林としては、暴風林や 防砂林、防鳥林などが挙げられる。苗木の植栽は、一般的には一ヘクタールあたりにから三千本程度の密度で植えられる。三千本を標準として、これより多い場合を密植、少ない場合を遡食という。密植は、伐採後早い時期に生育させる樹種で土地を覆い、表土の浸食や乾燥を防ぎ自力減退を軽減すること、風害の影響を緩和させること、 形質有料義を選抜しやすくすることなどを目的に行われ。手入れが遅れると、風害や冠無理害を受けやすく、病虫害に弱い林になる危険性がある。生育過程で干伐、除伐などの手入れを行い、最終的になりきする本数は数百本程度である。生育の過程では、時期に応じて幼霊期には除草、下草刈り、吊切り、干伐、枝打ち、 除罰といった手入れが必要となる。北米では植栽後に雑草を除草剤を散布して除草するという方法が行われている。下草刈りは植栽した苗木の周りの草本を苗木が埋没しないように刈り払う作業。鶴切りは、クズや藤が巻きついて生育を阻害しないようにまとわりついた鶴を切り落とす作業。干ばつは森林内の焦土を調整するために木を切り密度を 調整する作業。枝打ちは下枝を切り落とし、節を作らないようにする。作業、除抜は、型の悪い木をまびく、作業のことである。特に枝打ちは、林生枝のある、松属のラジアータパインでは重要である。日本では、ツル切り、カンバズ、枝打ち、除抜は生育するまでに5から10年周期で数度、行う必要がある。日本では手入れを怠った場合には、 他の総本類や肝取類に圧倒されて生育ができない、仮想植生、臨床に生える、下草のことが発達しないために土砂の流出が起こる、年輪がまちまちで節だらけの商品価値のない遊牧になるなどの問題が発生する。森林面積全体に占める人工林の割合は世界全体で約5%、日本は約40%となっている。 日本の人工林では、主に住宅建設で用いられる杉、ヒノキなどが植栽される。効率上の理由などから、同じ年齢の、同じ種類の樹木が生前と列を成している。森林作り、いわゆる単層林作業が多いが、林草の多様化などを狙い、干ばつした間に、樹下植栽をする副層林作業も行われている。日本での造林の歴史は古く、 神社仏閣の造成のための資材確保等の資料に、その変歴が見て取れる。また、戦国時代から江戸時代にかけても、城や城下町等を造成する必要もあって、森林の人工林化、植林が奨励されている。1952年、昭和32年の年次経済報告、経済企画庁では、戦後、日本の木材の需要量が、 国内の森林の成長量を上回っている現状を指摘した上で成長量の少ない天然林年間成長量約2%を成量の多い人工林年間成長量6.4%へ林種転換して拡大する必要性を説いており国民経済の要請を質よりもむしろ量の増大を期待しているとまとめる時代があった さらに1950年代から1970年代前半には空前の住宅建設ラッシュが発生し国内の木材需要が逼迫。木材が高いから住宅が建てられない売り惜しみだという非難が当時の林業界に集中し新聞記事でも大々的に取り上げられている。このため天然林を伐採した後などに杉や檜の木、カラマツを植栽する拡大造林が 農林水産省等により奨励された。その後、1970年代後半から80年代にかけて外材の輸入制限が緩和され、海外からの輸入量が急増すると移転して、木材価格は暴落。日本の山には採算の取れない人工林の多くが取り残されることとった。日本の森林面積は約2510万ヘクタールで、 その約4割に当たる約10000ヘクタールが人工林である。日本の地方別に見たデータは以下のようになっている。森林の地方別構造1995年林野長編林業統計要欄。中国は世界で4番目に広い国土面積を有しているが内陸部には砂漠や高地が多いため国土面積に対する森林面積の割合は さほど高くはない。分布も東北部や西南部に集中している。中国の森林には国有林と集団所有の集大林の2種類があり、個人所有は認められていない。2001年に国家林業局は国民経済と社会発展に関する5可燃計画を発表している。2010年の中国の森林面積は2億686万ヘクタールで、 世界第5位、人工林の面積は7、716万ヘクタールで、世界第1位となっている、国連食糧農業機関、世界森林資源評価2010。ブラジルでは、長らく、アマゾン川流域の原生林を中心に集奪的に、伐採、開発が行われたことから、緑化目的以外の人工林は目立たないものであった。一方で、 初期成長が早いユーカリが6年から7年で収穫でき、生死原料のパルプ材として有望であることが注目されると次第に植林面積が増加。2000年代にはユーカリの植林面積が100万ヘクタールを超える規模となった。世界の人工林は以下のような問題を抱えており、日本の農林水産省等が奨励した人工林も多くの問題を抱えている。 なお、天然林の場合は、種子が芽生えた時から激しい競争にさらされ、樹木が幼いうちから密度が急激に減る。陽光が地表近くまで届くため仮想植生もよく育ち、この問題は起こりにくい。これらの原因はいずれも手入れ不足だが、そうなる原因として、日本では以下のようなことが挙げられている。近年の人工林は、天然更新と称して海抜後に、 紅葉樹林とすることを狙い、植林をせず放置されることが多くなってきている。これは近隣に紅葉樹林があり、条件の良い場所で取られる方法で、人工林に関わる諸問題を解決する手段ともなっているが、豪雪地帯や風害地など、条件の悪い場所ではサ、笹サ類などが反もし森林が順調に回復しない、ケースも見れる。2006年時点で、 日本の人工林の8割が未整備状態であるとされており、公益的機能の低下に伴う土砂災害や森林の荒廃の危険性は年々高まってきている。廃村や限界集落周辺の森林、大規模河川や都市を流れる河川の上流に位置する森林などは整備の重要性が特に高いとされている。かつて日本の国産材を圧倒した南洋材、 東南アジアなどは資源の枯渇と自然保護による伐採の禁止などの動きにより輸入量が激減している。南洋剤を補うように輸入量が増加した北米剤、カナダ、アメリカも同様に規制が厳しく供給は減少傾向にある。また北洋剤、ロシアシベリア地方に関しては長年集奪的な伐採を続けたとによる 資源量の減少が著しい。このような状況から2009年には日本の木材自給率は2008年の24.0%から27.8%と全増したものの国産材の供給力は未だ回復しておらず1985年の35.6%と比較して木材自給率は低水準にとどまっている。世界的に利用可能な森林資源が 減少傾向にある中、経済発展が目覚ましい中国の木材輸入は急増傾向にあり、木材需給が逼迫し始めている。このため国産材の競争力は回復しつつあり、人工林の伐採による国産材の供給増加が急がれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。